オークアップ TV! ゲームチャンネル！今日は高松の宮記念の予想になります。いやー、雨降ったねー。雪や、こっちはね、雪が降ったんだけど。3月のこの時期に雪降るの初めて見たような気がするな。高松の宮記念の時に雪が降るっていうのはあんまり記憶がないなー。でもまあ、名古屋は雨みたいなんでね。天気予報とにらめっこでね、昨日かな？昨日あたり日曜晴れるみたいな天気マークになって、そっからまたちょっと両場予想一応やっとこうかなと思って、重い予想を決め打ちしててかなり。慌てて両の予想もしましたね。そろそろ14時なんですけど、まだ雨降ってて、まあ、やや重ぐらいかなと、回復してもやや重ぐらいなんじゃないかなと思ってます。はい。今、ギャンブルが流行ってるみたいだね。ここへ来て。大谷翔平の通訳の人とかね。ストマックとかね。なんかギャンブル流行りだしたなぁ。マジで。まあ、ギャンブルを盛り上げてこうぜ。ということで、ちょっとね、まあ移動もあるんでね、今日。めっちゃハードスケジュールなんでね。さっさと行きましょう。では、高松の宮記念のデータを、まあ面白いデータをね。持ってきました。まずはノーザンファーム成績、過去10年03226と平均着順が 9.5 着。これはあんまり他の G1 じゃないんじゃない？あんまりノーザンがね走らない G1。まあもともと戦にこれでも良くなったような気がするね。レシステンシアとか、まあ、グランとかね、インディチャンプとか、まあそのレベルぐらいの馬じゃないと来ないっていうね。アウィルアウェイとかね、あんぐらいじゃ来ないようなね、感じですね。高松の宮記念はね、まあ、スプリンターセックスもそうなんだけど、あんまり、スプリンターにね、力を入れてないっていうか、昔から。しかも、さらに高松の宮記念は、雨が多いんでね、なおさらノーザン不利な、ババ、コースになってます。はい。そして、枠の面白いデータを。過去4年。過去、なぜ過去4年かというと、過去4年間、オモ不良だったんでね。まあ、今年もババが悪い方なんでね。過去4年。7枠8枠、18番以外のね、7枠8枠成績、3-2-0-15。もう、単幅回収値はもうバカっぱねで。まあ、これ、両馬場だと全く来ないんでね、外枠。オモ不良だとね、バンバン来るんでね、3勝してんでね、4年で。逆転しちゃうんでね、枠が。ややも両馬場だと、なんだろう、2-3-4枠が良くて。まあ、過去4年の、まあ、オモ馬場不良だと、3-2-0-15と。7枠8枠18番を大外は良くないんだけど、だから13から17番枠はまあいいと、かなり。そして、死柄木成績ね、これ0-0-0-12、過去4年で。まあこれ過去10年でも0-0-1-15とかそんなような感じだったと思うんだけど、明日の馬場に近い過去4年で死柄木成績0-0-0-12と、なぜか天栄の方がいいというかね。なんで死柄木が悪い、まあ、ノーザン自体は悪いっていうのもあるんだけど、なぜか死柄木の方が圧倒的に悪いと。今回死柄木に出てきた馬は、マットクール、ディビーナ、ママコチャ、この3頭になります。行きましょうか。2024年、高松の宮記念、買いたい馬、1頭目は、3番、ナムラクレアスケ来たぜー。去年もね、ファストフォース、ナムラクレアで当ててるんでね。本命対抗で当ててるんでね、去年。もうやばいよね、あれ。まあ、ナムラクレアね、まあ、主になるとね、長い距離を走ってる馬が来るという傾向にあるんでね。主不良になって来てる馬、ロータスランド、レシステンシャ、インディチャンプ、クリノガウディ、グランアレグリア。まあ、クリノはね、膠着しちゃったんだけど、ノーザン不利なレースでね、まあ、来てるまで、まあ、レシス、インディチャンプ、グランアレグリアって、みんな長いところを使ってきてるんでね。こういう馬が来ると、主になると。まあ、これ、両馬場、パンパンの両馬場だと真逆になるんでね。両馬場だとスプリンターが来るんだけど、主になると、ロータスランドとかね、クリノ、ガウディも含めた、長いところを使った馬が来ます。まあ、これなんでかっていうとね、ラップがね、後継ラップになるんですよ。600メートル、600メートルで、あとの、ゴールに近い600メートルのが速くなるということになるんですよ。これがね、両馬場だとね、前傾ラップになって、最初の600が速いんだけど、それでやっぱちょっとスタミナも必要になってくるのかな、やっぱ。スプリント能力ってよりスタミナが必要になってきて、
だから 1400m とかね、まあグランもそうだし、インディチャンプも1400使ってきてたしね、みんな1400使って速い上がりを使ってきてる馬がね来てるんでね、ラップ的にも距離的にもそういう馬が来てるということで、まあ生ラックではまあ去年も来てるんですけどね、まあ去年はでもシルクロードステークスだと思うんですけど、今年は京都牝馬 1400m なんでね、さらにいい感じですね。まああと重実績もあるし、成績もすっごい安定してるしね、副賞連軸とかね、ナムラクレアめちゃめちゃいいと思うけどね。そうですね、まああとね、この馬自身のね距離短縮成績は3100と、参照してるんでね、連も外してないんでね。そして唯一心配なデータを出すと、リピーターが全く来てないと。特にオモババの高松の宮記念でのリピーター成績が0009ということで、まあでも毎年全く同じ馬になるってことがないからね、高松の宮記念だからね、リピーター成績が悪いと思うんだけどね。前年の3着以外の馬が今年も入るっていうのがね、雨の量がね毎年違ったりするんでね、細かく言うと、まあ毎年雨なんだよね。10年中7回ぐらい降ってんじゃない。すごいね、3月終わりの解体馬1頭目はナムラクレアになります。解体馬2頭目、おすすめの穴馬行きましょう。解体馬2頭目は12番ロータスランド。来てきたぜー、ロータスランドだー。まあ、この馬ね、全然能力落ちてないね。全然能力落ちてない。2年前の高松宮記念からね、全く能力落ちてないです。で、さっきも言った通りね、長い戦4、戦6を使ってきてる。まあ、戦2が全く実績ない馬じゃダメだけど、戦4、戦6を使ってきてる馬がね、主になると来るんで。そして戦4で、速い上がりを使える馬が来てるんでね。まあ、スワンステークス、速い槍を使って3着に来てるんでね。こういう馬がね、穴を開けるんで、高松宮記念は。ロータスランド、穴だったらこれだね。でも、ファーストボースあんま長いとこ使ってきてなかったんだけどね。あれは本当に表規制で当てた気がしますね、去年。まあでも、ロータスランドもね、去年も別に悪くなかったんでね。6着だったっけな。来てるは来てたんでね。まあチャンスがあれば今年来るという感じで。まあ大手規制も抜群にいいんでね、この馬。主がダメな馬が、まあ中にはなんとかいるんでね。だったらもう主、得意って分かってるこういう馬を買うべきだと思ってますね。回復したとしてもやや重だと思ってるんでね。リピーターにはね、この馬はしてません。前年の3着以内の成績なんで、2年前は入れてないです。はい。だから、リピーターが悪いっていう、データにも入ってないんでね。あとね、この馬もね、距離短縮がいいんでね。距離短縮以外は全然来ないんでね。距離短縮成績は3313です。この馬自身の。ただね、唯一本当に嫌なデータがあるんでね。はい。岩田騎手ですよ、俺。岩田騎手 G1 で買うの何年ぶりだったかな。もう岩田っていうだけでね、切ってるぐらいなんでね。ここ最近。本当に。もう何年ぶりなんだろうな。ずっと買ってないと思うな。多分生配信とかではポロって言ってるんだけど、まあ岩田騎手の芝 G1 成績。過去5年かな。過去5年。0-0-0-52。もう本当にね、まさか買うことになるとは思わなかったけどね。まあ、ラップ的にはもう、ナムラかロータスランドしかいないんでね、ぴったり合ってるのは。いやー、まあ、しゃあないな、もう。岩田でも買うか、たまには。まあ、良い子は真似しないでください。はい。いや、もっといただろう。息子の方がいいな。では、解体馬3投目行きましょう。解体馬3投目は、16番、ウィンマーベル。来てきたぜー、ウィンマーベル。まあ、能力値がね、もう1ダントツトップです、この馬が。阪神カップかな、阪神カップが高くて、ダントツ1です。はい。そしてまあ、阪急愛でね、オモで勝ってるんでね。まあ、この馬もね、1400ね、まあ、ここを狙って、もう今年も高松宮記念、オモだと見据えてるようなね、使い方してるんだけどね。もう1004ばかり使ってきてるんでね。
阪急杯、阪神カップ、スワンステークスとね、スプリンターの後、もうめちゃめちゃ狙ってきてるようなね、まあ、このデータを知ってるならね。あと、割と四角の位置がね、主だとね、後ろの方がいいんですよね。まあ、ロータスランドも、ナムラも、サシの方なんでね。まあ、ウィン・マーベルもそんなに前の方じゃないんで、だから、主の方が合ってるんじゃないかと思ってますよ、はい。まあ、一応、上がり、半球杯、まあまあ、それなりに良かったんでね。あとね、最初言ったね、データの枠、主になると外が来るんでね、18番以外の7、8枠、成績、これがいいっすよね。能力値トップで、距離短縮なんでね、ウィン・マーベル。まああんまり押し材料はそんな少ないですけどね。まあ能力値トップなんで一応買っとくっていう感じですね。では、新内競馬新聞は明日の朝、朝刊で出します。実況動画もよろしくお願いします。全収支の買い目はメンバーシップにのみ公開しております。両方になったら買えるんでね、それもメンバーシップのみで公開するんでね。まあ多分ね、ややおだと思うんでね。買えないと思うんですけどね。まあ、もし万が一、量になったら、ちょっとガラッと変えちゃうかもしれないですけどね。それ了承ください。では、チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いします。明日は、忙しいけど、全部勝つ!じゃあ行こうぜ、高松宮記念!OK, Up to me! 競馬チャンネル、行くぜ!